それはここ岡山県倉敷市にある船のプロペラ工場中島プロペラにありました。こちらは日本のおよそ8割を占めるプロペラの生産量を誇り、世界の大型客船やタンカーなどで利用されているのです。早速秘密を探るべくアズマックスが潜入。わ、見てはいけないものが見えてます。全然見せられない。この辺見ちゃいけないから、カメラ振っちゃダメよこれ。うわうわ動き出した。どうぞ。すごいでっかいのは回転してますよ。両面をね、いろいろこう作っていかないといけないから、片面ずつやっていくんですね。そうですね。プロペラ作りは複雑な3次元の曲面を設計データ通り高精度に加工していきます。この翼面加工に今回の扇風機の秘密が隠されているのです。これすごいよ、ほらこれでっかい扇風機にも見えますね。このプロペラは、はい、とっても静かに回るんですよ。静かに回る。ものすごい静かに回るんです、はいはい、しかもほとんどエネルギーを無駄にしないんです、その秘密は、一つは、このなぎなたのようなこの形、はい、すごいですね、こうね、綺麗なこう R が出てる。このなぎなたの形状こそが船のプロペラの水を切る時の音を抑えてくれるのです。さらにこの辺りから見てください、こうなってるでしょ。あ、本当だ、ちょっと反ってるんですね。こう反ってますね。これも秘密なんですよ、このうねりが本当綺麗ですね。綺麗でしょ、ほら本当だ、一つとして平面がないというか。そうなんです、この微妙なうねり、それによって低燃費なんですよ。で、じゃあその技術を今回は扇風機に取り入れて。その通りです。